ぶっ壊れてるって。うわ出た出た、うわー何よ何これ。もうリスチェンジ？壁抜けないんだ。なんだ？なんだ？なんだ今の音？え？何の音今？ブーンみたいな。え？何の音？やばいやばい、何これ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 。あ？うわあ！なんで？うわあ！うわ何これ？え？はぁ、え、なんだ今イエス様ちょっと待って、いや、な、いや、なんだこいつ、え、ホバー移動しやがる、なにこれはぁ、なんだなんだなんだこれ、え、死なないんだけど、はえ、か、核爆発？なにこれ、グリッチ？グリッチ？おい、なにこれ？え、なになになにこれ？え、な、なにこれ？おい、ぶっ壊れてんぞ、このゲーム。おい、ちょっと。ぶっ壊れてるって。うわ出た出た、うわー何よ何これ。お出た出た、ほらほらほら、何こいつがやってんのか、これホバー移動野郎、片腕ホバー、あこいつだ、なんか今回ポータルみたいな、異空間へのポータルみたいな。おいどんな、なんでこれ、なんだよこのゲーム。あ、またあっちで起きてる。うわ。あ、出た出た、いた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 、あいつだ。うわ。あ、この倒すと核爆発が起きるんや。いやな、何な、何も、いや何も納得せえへんけど。なるほどじゃないけど、全く意味がわからん。こんなことができてしまうのもちょっとマジで意味がわからん。どうやってやってんだろう。え？なんだ？無敵？死なないんだけど。は？お、なんか、匂ってきたな。いろいろ始まってきた感じするね、このゲーム。え？なんか死体じゃない。当たり判定ある。あー！爆発が。なんだあれ、死体が固まってんのかなと思ったけど、当たり判定あるんだけど、それまだあるんじゃないかあれ。おい、クソゲーかよ今の。なんだよ、先に撃ったやろ、先に撃ったやろ。また爆発してるし、何これ、もううわー出た出た、え、な、何これ、何これ、え、腹筋やべ、お前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 、え UFO え UFO 何これ、 U、 あ消えた、もうだ、え、あ、お、終わってんやんこのゲーム。なんかもう昔の、もう人口が一切いなくなった昔の PS3 の COD のチーター部屋みたいになってるけど、これやべ、お前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 は、やばいやばい、回線がおかしくなってる今。あ、早いって壊れるの、やべ、え、やべ、 FPS40 だって、 40?FPS30? ちょっとやばいやばい、重すぎ重すぎ重すぎ、待って PC 壊れるって、これ PC 壊れるって、やばいやばい、は？
え、こいつか？うわ、やばい、なにこれ。あ、出た。うわあ、壊れた。え、1850、 何1850。だだ、すごい。あの、動画的にはクソ面白いけど、ゲーム的にはクソつまらん。そしてこれフリーズしたかもしれん。グリッチとは聞いたかもしれん。早急に対応してもらわないと。え、待って、なんか FPS おかしくなってるんだけど。壊れたか？ちょっと再起動するわ。リリースしてまだ全然時間経ってないのに、もうこんなのが生み出されてるって、マジで今後怖いな。あ、おー、びっくりした。どうだろう。FPS、いや、なんかラグいな。なんだこれ。あれ？なんか変だぞ。はくついてる。ちょっと待って。壊された？これ。ゲーム壊された？めちゃくちゃフレームレート時々落ちてたんだけど、今の。たまたまあの部屋がおかしかったのか。え？ FPS なんか低いんだけど、絶対。なにこれ？おかしくない？今までね、FPS も20年やってきたけど、ここまでひどいのは初めてだね。こんなグリッチ？チーター？これグリッチなのかな？こんなのができちゃうゲームって初めて見たわ。あ、これなんか、フレームレートが急に下がる。これ前もあったんだよな。パソコン再起動するわ、これ。なんかおかしくなった。おかしくなっちゃった。今回遭遇したのはおそらくチーターではなくてグリッチかなって思うんですけど、まあでもグリッチだったらどうやってやってるんやってかな話ではね、あるんですけどね。まあそのグレを大量に投下することによって、そのゲーム側にとんでもない負荷がかかると、もう FPS に30ぐらいまで落ちてましたよね。で、まあパソコンとかゲーム機に、かなりの影響が出て、最悪壊れる可能性があると思うので、皆さんは見たらすぐ抜けてください。僕はね、しばらくその後の試合ね、FPS がおかしくなったので、まあパソコン再起動で多分治ったとは思うんですけどね。いや、まさかね、発売して、発売というか、まあリリースして、もうね、こういうものが出てくるっていうのはちょっと怖いところではあるんですけど、まあこのゲーム、まだキルカメがなくて、そのチーターかどうか判断するのが難しかったりね、通報もなかなかできなくて、まあ早急にちょっとこれは対応してもらいたいところですね。皆さんもちょっと気をつけてください。はい。今日はちょっとグリッチチーターらしきもののXDefiantと動画でした。お疲れ様でした。